アイフルアイフル株式会社アイフルコーポレーションは日本の消費者金融業者貸金業登録番号は近畿財務局長11-00218号社団法人京都府貸金業協会会員番号は第476号消費者金融連絡会加盟者マスターカード発行会社社団法人日本経済団体連合会 経団連元会員。クレジットカード、審判のライフカード、事業者金融、事業者ローンのビジネクストなどを子会社に持つ、アイフルグループの中核企業、事業持株会社でもある。称号の由来は、英語の愛情や優しさ、努力や進歩、忠実や信頼、結束、活気酔いのイニシャルをつなげたもの。ちなみに2004年、 平成16年から2005年、平成17年3月まで、クレジット内の企業名はと表記されていたが、その後は会社の英語名が使用された。独自のスコアリングシステムによる予診ノウハウを有しており、テレビ CM で起用したチワワの効果もあり、増収増益を維持していた。しかし強引な営業活動や悪質な取り立てなどの違法行為が社会問題になり、 クレサラ問題2005年平成17年4月16日にアイフル被害対策全国会議アイフル被害者の会が被害者や弁護士司法書士らにより結成されたまた2006年平成18年4月14日に財務省近畿財務局長がアイフルに全店舗の業務停止命令を出したこれを受けて2006年 平成18年4月から2ヶ月間の CM 自粛を発表し、2002年、平成14年から放送されてきたチワワの CM のシリーズが打ち切られた。同社の株価も2006年、平成18年1月には一時期1万円台まで上昇していたが、業務停止命令により下落し、2007年、平成19年1月には半分以下の4000円台、2008年、 平成20年1月には1000円台、2009年、平成21年1月には300円台、2009年、平成21年3月には100円を切る状況にまでなった。2008年、平成20年の売上4000億円を最後に顧客数、貸付金、売上ともに減少し、経営が悪化が表面化していった。さらに、グレーゾーン金利廃止に従い、 上限金利を20.0%、当時2引き下げたため、収益が減少し、経営が、ますます悪化した。2010年、平成22年と決算では、3000億円、近い大幅赤字になった。2009年、平成21年9月18日、産業活力再生特別措置法所定の、特定認証紛争解決手続き。 事業再生 ADR を利用しての指摘整理による再建を図る方針を表明。9月24日に事業再生 ADR の認証団体である事業再生実務課協会に申請し、同日受理され、同12月24日 ADR が成立した。2014年平成26年6月13日取引金融機関に対し、 債務返済の軽減措置の5年間延長を求め、再建者会議で合意した。本業が上向き、金融支援継続は決まったものの、依然として経営環境は厳しいと報じられている。2015年、平成27年8月25日、取引金融機関から返済を猶予されていた融資527億円を前倒しで完済した。 これによって取引金融機関からのアイフルに対する金融支援は終了した。消費者金融大手であるアイフルの強引な営業活動や懲罰的、暴力的な取り立てなどが違法だと社会問題視され、2005年、平成17年4月16日、アイフル被害対策全国会議が被害者や弁護士、司法書士を中心に結成され、同会議が 金融庁に検証を提出。金融庁と財務省近畿財務局も6月頃からこの問題を調査していたが、2006年、平成18年4月14日、およそ1900あるアイフル全店舗、無人店舗も含むに対して業務停止命令を出した。業務停止の期間は5月8日からで特に報とされた五稜郭支店、北海道函館市。 西日本管理センター3係、滋賀県草津市、新居浜支店、愛媛県新居浜市が6月1日までの25日間、諫早市店、長崎県諫早市、コンタクトセンター福岡カウンセリングセンター九州、福岡県福岡市が5月27日までの20日間、残りの全店舗が5月10日までの3日間。金融庁は、この命令について、 法令に基づき対処したと述べている。アイフルは記者会見で早期の信頼回復に努めたいと CM、新聞、雑誌広告や街頭でのポケットティッシュの配布などを過月間自粛する意向を示した。一部の店だけに限らず全ての店舗が業務停止命令の対象となったのは2005年、平成17年11月25日の事業者、金融、 商工ローン最大手の SFCG、商工ファンド以来で消費者金融大手では初である。また、2007年、平成19年1月20日からの CM の放送再開により、アイフル被害対策全国会議が民放各局や日本広告審査機構、アイフルに抗議している。アイフル被害対策全国会議は、子会社のライフも損害賠償。 CM 差し止め訴訟の対象としている。同社は2008年、平成20年以降経営悪化が表面化してきておりグループの縮小、事業縮小をしている。2007年、平成19年4月までには12社以上をアイフル社の参加にしていたが、経営悪化を原因に2010年、平成22年11月現在7社までに縮小している。 過去に同社の参加だった会社は、下記の通り。イッチワワなどを使ったテレビ CM などについて、2006年、平成18年1月18日、アイフル被害対策全国会議が、社団法人日本広告審査機構、JARO に、中止や適正化を求める苦情申し立てを行った。同会議は、 CM では実質年率が28.835%と表示しているが、これが利息制限法違反の無効な金利であることを示しておらず、視聴者に誤解を与える。また、小さくて可愛らしい愛玩動物であるチワワなどを使って、現実とかけ離れたソフトなイメージの宣伝広告を行っているという理由を示している。これが直接作用して、 CM 放映が中止されることはなかったが、同年4月に前転を対象とした、業務停止命令処分を、当局から受け、2006年、平成18年4月14日から、CM の放送などを自粛。これにより、チワワが登場するシリーズの CM は打ち切られた。当初、2ヶ月の自粛と発表されたものの、長期にわたり CM は放送されなかった。2007年、 平成19年1月19日の放送分から CM 及び提供クレジットが再開された。2007年平成19年12月20日放送の日本テレビ、口コミジョニーにチワワの CM に出演していたパパ役の清水翔吾の娘がこの人の親が誰かを当てるコーナーで出演した。その際にはチワワの CM に関して大人の事情で流せませんと説明が入った。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。